はい、どうも、走れ大井チャンネルです。違う。はい、どうも、翔平 TV です。はい、本日は亀井所作さんに来ております。で、今回は良平がいないですよ。グローブマニアの良平がいなくて、はい、ちょっと僕がちょっと代わりにグローブ紹介をさせてもらおうと思います。はい、で、今回ご紹介したいのが、はい、ローリングスさんのグローブなんですけど、はい、HOH っていう型のやつなんだけど、デザインを見て間違いなく今までにないな、見たことないなっていうのがあるんで、はいはい、ちょっと紹介していきます。はい、はい、でもユーポンチャンネルの方でも出してると思うんで、そうですね、チェックの方よろしくお願いします。お願いします。はい、やっぱこれですよね、やっぱ。はい、やっぱ大井くんが出してたんで、出しましたね。おしゃれというか、女性がちょっと好きそうなカラーをしてます。はい、そうですね。はい、でもさ、女性ってやっぱ手ちっちゃいじゃないですか。はい、これがもし男性用とかで売られてたとしたら、はいはい、手口大きいと思うんですよ。はい、結構手大きい方なんで、はい、そうですね。これぴったり入っちゃったり余っちゃうとちょっと女性入んないかなっていう。けどデザインはまず女性がちょっとこう好きそうなさ、はい、ね、可愛い感じだと思って。でこっちやっぱメンズ、そうですね。メンズも好きだね、金色とかね。はい。じゃあ男性向けの感じします。このさ柄あるじゃないですか。はい、この柄をこのウェブでもなんか表してる感じ、はい、しませんか。します。ねえ、でヘリカーは全部金だし、濃いですよ。他にも外野手用とか、そうですね、はい、あったり、キャッチャーミットもあります。これ、はい、キャッチャーミット、どう、あー、白い部分がこの球場がこうある中でさ、はい、キャッチャーこうやって構えるわけ、目立つよね。目立ちますね。次これね、ちょっと紹介したいんだけど、はい、やっぱ俺気になったのはこれかな。あー、はい、ペイズリー柄っていうんですか、グロムだっけ、グロムかなんかでもあるよね、ペイズリー柄って。はいはい、それで見たことあるんですけど、実際あのローリングスで見たのは初なんですけど。はいはい、ペイズリー片押し、えぐいなこれ。金なんですよ。あ、これ金片押しされてるところのが、あ、確かに若干ね、薄い金っぽいね、っぽいんで。で、このローリングスのマークがこれ昔のね、昔のローリングスこれなんですよね。はい、これじゃん。で、ローリングスじゃん、ザ・ローリングス。はい、あ、手口ちょっとちっちゃいぞ。ちょっとなんかローリングスちっちゃめかなと思う。ちっちゃめだ、フィット感出してるために多分ちっちゃいんですよ。はい、おしゃれだわ、深いしな。そうですね、ポケット深みですね。深い深い深い、がっちり掴めます。だから本当に良平がいないのがちょっとこれ、そうですね、うん、良平さんいないんで、いつも僕はあのグローブになるとカメラマンに回るんですけど、はい、今日良平いないんで。そうですね、良平さんいないから僕がやってます。はい、でちょっとこれはまあ同じ、ちょっとこれ革がネイビーとブラックなんで、そうですね、ほぼ同じということで、でもちょっとこう違いますけど、色違いで、はい、はい、まあ、今このカラフルなね、はい、カラーです。ありました、フェイズリーです。はい、でこれはメッシュです。メッシュ、メッシュなんで多分これより軽いんですよね。あ、軽さがあります。はい、はい、でこれ広くないですか、ちょっとワイド、この部分めちゃめちゃ広いんですよ。はい、ここがもうメッシュになってます、ね、あの無地のメッシュじゃなくてこう柄のついたメッシュなんで。そうですね、なんか他にないっすよね、ないかなと俺は思います。すごいね、い軽いよ、ほんとマジで軽い、マジで軽い、空まで飛んできそうみたいな今紹介したグローブのミッド版があります。うわ、これメッシュです。これさっき紹介したやつね、ほら、同じ、そうですね、同じですね、同じよ、すごいわこれ。はい、というわけで本日はローリングスさんのグローブを紹介しました。亀井所沢店さんはインスタグラムをさっき始めたということで、リンク貼っておきますのでチェックお願いします。はい、そしてオンラインショップも実はやってます。チェックの方お願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、よいしょ、チャンネル登録者1万人達成記念デサント公式内野手用をプレゼント。当選発表は10月31日となります。それまでに熱いコメントをぜひともよろしくお願いします。11月12月もプレゼントあるから皆さん見てください。T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。